大塚ねねさん、ありがとうございました。では今日も元気にちいかわ占いです。今日最も良い運勢なのは水亀座のあなたです。存在感抜群で大活躍できそうな予感。やりたいことは積極的にチャレンジしましょう。ラッキーパーソンは今年仲良くなった人です。3位の天秤座の人は新たな友達と協力し成功。相手から学ぶ意識が大切ですよ。8位の乙女座の人は売られた喧嘩を買い失敗。日常風景を撮って気分転換しましょう。続いて9位の牡牛座の人は形にとらわれ判断力低下。客観的意見は取り入れてください。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさい、ヤギ座のあなたです。細かすぎると人と揉めて気分ダウン。損得を考えない正直な態度を貫くと良さそうです。でも大丈夫、そんなヤギ座の月を回復させるラッキーメニューはサーモンのシチューです。